はい、今週のゲストは木原事件取材班の斉藤志郎記者です斉藤さんよろしくお願いしますよろしくお願いします木原誠二前官房副長官の妻 X 子さんの元夫安田谷夫さんの不審死事件ですけれども10月の25日についにですね安田さんのご遺族が警視庁に告訴状を提出していたわけですけれどもそれが正式に受理されたというニュースが流れましたテレビ局もですね日テレをはじめ民放各社それが NHK まで報じてまあ、かなり大きな 局面を迎えたなという感じがありますが、まずこのこれまで取材を続けてきた、まあ、斉藤さんですけれども、このような状況になって、今の心境はいかかがでしょうか、はい、刑事告訴の受理を受けて、安田さんのお父さんがまあほっとしたと、でまあ、お姉さんはようやくスタートラインに立てましたというふうにあのおっしゃってましたけれども、はい、まあ私たち取材班としても、ようやくここまでこぎつけたという気持ちはあります。うん 安田さんのところにですね最初に取材で通い始めた頃、まあ、実はその今回会見にも出てらっしゃった2番目のお姉さんから、はい、まあ文春さんんはどこここままでで付き合ってくれれるすすかかととということをあの聞かれたことがあります、はい、今まで報道がされずにずっと放置されてきたということで本当に文春報道があるのかというのが懐疑的であったと、うん、でそれに対してまあ私はですねマスコミの立場ではありますけれどもとことんやりますというふうに、うん、まあお,お見えをき だという経緯があって、こちらとしてはですね、あの取材者の立場で、ご家族は取材素材でもあるわけですけれども、まずハシゴを外したということにならないようにできるだけやろうというふうに思いました。ただ捜査はこれから始まるわけです。で、あの告訴上のジュリーに際しても、警察内部でいろいろな意見があったというふうにま聞いておりますから、まずは真相の解明、まあこれは究極的には犯人の逮捕ということになると思うんですけれども。 我々としても真相の,の解明につながるように取材の手を緩めずにできることをやっていきたいと思っています受理された10月の25日ですけど斉藤さんはご遺族と一緒に警視庁の大塚署まで一緒に行って取材をされたと思いますが当日、ご遺族とはどのような話をしたのかというのとあの大塚署の,その当日の様子というのを教えてもらっていいでしょうか、はいまあ、大塚署にはまあテレビカメラも結構集まっていて。はい 安田さんが弁護士さんたちに伴われて午後1時10分ぐらいには警察署内に入ったんですけれども、はい、今回は非常に早く出てきましたあそうなんですか5分ぐらいで出てきてしまいましてすぐでしたね、えーまあ、もう出てきたのかというふうにちょっと驚いたんですけれども、うん、中ではその担当の警察署の課長代理が対応して、まあ、持参した刑事告訴状ですね、うん、まあ前日に自筆で署名をして告訴状を持ってきてくださいというふうに言われて、はい、まあそれでその告訴状を持っていくわけですけれども 課長代理が告訴状の枚数を確認してまあ受理しましたとまあそれで終わったようです。うん。まあこれその報道というかたまたま通行された年配の女性がですね、はい。あの YouTube でこの事件をいつも見てるということで、あそうだったんですね、ええ。頑張れと大きい声であの、うん、ご家族に声をかけていたのも印象的でした。はい。当日ですねあの告訴状の受理の直前に少しまあご家族と話を私したんですけれども、はい まあ、お父さんはずっと本当に告訴状が受理されるか心配で、うん、その1週間前に告訴状を提出しに行ったわけですけれども受理が半年先になるのか1年先になるのかずっと心配していたというふうな状態で、うんはい、先ほど申し上げたように前日に告訴状を持ってきてくれと言われたわけですけれども,もう当日は高ぶって朝2時に目が覚めてしまったとおっしゃってました、うんうん、でお姉さん会見に出られていた2番目のお姉さんにも話を聞いていて あのこう,いうふうにおっしゃってましした、まあ、正直嬉しさと不安が入り混じっている状態であると、はい、で受理されたことをあまり喜んでその後の捜査でまた奈落の底に突き落とされるのではというふうに思うと、まあ、自己防衛の思いがあるというふうな。うん ととおっしゃってました、はい、この大塚署に入っていくお父さんの、ね、様子は、まあ、文章オンラインでも斉藤さんが取ったコメントと一緒に掲載されてますけど、何かこう、非常にこう覚悟を持った、ね、表情をされてるなっていうのは、すごい印象的でしたけれども、警察に行った後にですに、ね、ご遺族、記者会見を行いましたが、これまでの記者会見と比べて、何か感じた変化など、斉藤さんの中でありましたか、はい、7月にに、ね、ご遺族が初めめて警察に再捜査を求める常心症 提出した際にも会見を開いたんですけれども、はい、まあその時に比べると会見の後の報道の数が増えましたよねそうです、ね、まあとテレビ各局あとまあその記事の長短はあれども新聞各社報じているということで、うんはい、やはりあの17年前の事件ということで各社なかなか独自取材では事件性について判断がつきにくいというのはこれまでずっとあったと思うんですけれども、はい、まあ今回 事件として警察が受理したということが一つあったのでまあ,あの報じやすくなったということだと思います、うん、谷尾さんの2番目のお姉さんが以前言っていたことですがまあ、下手なミステリーよりもよくできた話なので、うん、どんどん報じてほしいとまあ、ご遺族はこれからもたくさん報道されることをあの期待していると思います、うん、一方で再捜査という形でまた始まるわけですけれども形ばかりの捜査になるのではないかというようなま声もありますが、うん、今後の捜査ってどのようになるかというの見通しっていうのはあるんでしょうか はい、ご遺族がですね代